オッケー。これいつ流すの？ミュージックは待ってるよ。牛久の情報をインターネットで手探りに発信チャンピオン TV 司会の牛久大好きチャンミョです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして月曜日どれですか？レギュラーのヒデです。どうしちゃったの？なんか最近爽やかになろうかなと思って今更ですか？今更爽やか目指そうかな。なんでなんで？いやそんなわけじゃないんだけど。心境の変化ですか？全然ね、今日は風強かったし、ね、帽子かぶっても今日シンセとか持ってたのキーボード、うんうん、だから帽子かぶって飛んじゃうのめんどくさいから、うんうんうん、いいかなと思って。なるほどね、うん、まあ、こっちいいんじゃないですか。あれ爽やか爽やか、はい、本当だいぶヤングになりましたけど、うん、ありがとうございます。いいじゃないですかね。はい、これも持っていただいて、はいはい、これ似合うよ多分。マジでか、はい、まあ、そんなね私、はいはい、今日はね、はい、汗汗ハッピーちゃんみよです。何する？あ、今日焦ったね。いろいろね。はい、ここに到着するまでもいろいろ焦ることもいっぱいあったし、うん、ったはい、ここだけじゃないの？ここに到着してからもいろいろありましたし、はい、そうね。いや本当にいろいろあったね。無事に今放送できてますね、はい、大丈夫ですかね皆さん。はい、よろしくお願いします。そしてヒデちゃんは、音楽三昧ヒデイ。もうすごいすごい、なんか爽やかな感じだね。爽やかなんだけど、髪型だけでな、俺もバタバタしてて、バタバタしててさっき、うんうん、リハしてたのね。あ、もしかして、そう、ヌンヘンの方と、そうそうそう、あ、アンクスって、アンクスってバンドなんだけど、うんうん、そのリハしてたり、昨日は柏でやるやつの別のバンドのミーティングしてたりとか、うん、お忙しい、ね、音楽お忙しいです。音楽三昧でございます。いいじゃないですか。そう、チャミュー TV のやつもあるしね、いろいろと作る20時間のやつ。24時間で何かあるんですか？うん、いろいろありますよ。その曲も作ったり。言っちゃうのかい。覚えてるね。僕、うん、そのことです、そのことです。もうオープニング巻きでいこうって言ったら驚き満々じゃないですか。はい、そうです、巻きでいきます。今日は、ね、はいはい、盛りだくさんなんでね。はい、はい、じゃあ早速おいおい、牛久のニュースからいきたいと思うんですけど、うん、はいはいはい、今日はね、もうゲストさんがね、すごいゲストさん来てるんで、そうなんです、ちょっと要注意です。はい、マジで多分スタジオ入りきらない無理です、ね、なんで今日はカメラ引きでドーンって撮ってください、はい、カメラマンさんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですね、はいはい、始めていきましょう。おいおい、巻きで牛乳に行きましょうね、うん、牛乳もでも結構大変なことになってるんですよ。お、そうなんですか。牛久が、牛久が、牛久が大変なことになってるんですけど、ね、れれれれ、じゃあ早速、はいはい、5月の12日の月曜日、おいおい、はい、本日も、チャンミョ TV 調査班もとい私チャンミョが牛久のニュースを、お届けしていきたいと思うんですけれども、はいはい、まず一つ目のニュース、おい、何でしょう。これびっくりですよ。なんすか。なんと逃げた、逃がした路上に王さん勝負。どういうこと。それ大ニュースだね。ニュースです。大ニュースだねそれ、はい、もうすごいニュースが飛び込んできたので早速ご紹介していきたいんですけども、はいはい、なんとオオサンショウウオが5月10日の朝、うん、茨城県牛久市のなんと路上で見つかったというニュースが舞い込んできましたマジっす、はい、こちら中国産の外来種だったりとか、うん、あと高雑種の可能性もありますが、はいはい、茨城県霞ヶ浦市水族館によりますと、うん、国の特別天然記念物の日本の固有種と、うん、見られているということで、気になるお写真をですね見せたいです。こちらじゃじゃん、こちらですねこちらのオオサンショウウオ、これ笑うしかないね。これです、これ牛久で発見されましたすごいっす。はい、こちらですね、まあ、すごいんです。体長 1.21m20cm でっかいよ。推定体重 20kg。 マジで、はい、やばいでしょ。それが路上にいたんでしょ。これ路上にいました久野の路上にいたそうです。怖え、はい、
久野の路上に、うち近所です、奥の地区ですね。まあでもね、このね、今言っていた、はいはい、日本のね、固有種っていう生息域っていうのは、うん、ここ日本では、うん、岐阜県よりも西、本州西部と四国にしかいないっていうことなんですけれども、うん、なぜか、牛串、なぜですか、なんだろうね、なんですかね、これ何かの陰謀ではないかというふうに言われているんじゃないかなと思うんですけれども、あ、四国かあと九州の清流とされている、うん、でもまあ西の方だよね。そうで、これね、うん、鳥にも襲われた傷跡もないことから、うん、この霞ヶ浦市の水族館の、うん、館長さんですかね、によりますと、うん、個人的に飼育されていた可能性があるということです、うん、それが逃げてきたって感じかもしれないってこと、うん、いやだから牛串で飼ってた人もいるんですかね、うん、でね、この牛串の自営業男性の方、はいはい、63歳、うん、10日ね、朝5時半です、早いですよ、うんうんうん、お散歩中に、うん、田んぼの脇の道路で見つけた、はいはいびっくりしたでしょう ね、そうだから、もう自宅に戻って110番だよね、110番で、なんと警察官が駆けつけて連絡を受けた、うん、まあ、牛串の職員の方が捕獲したと、うんうんうん、いうことなんですね。牛串の職員の方、お疲れ様です。お疲れ様です。こういうこともやるんですね、市の職員の方は。大変だったと思うよ、オオサンショウの捕獲までやっちゃう。どうやっていいか分かんないよこれ、ね、龍ヶ崎市の職員の方はやるんですかね。他もなんですかね、捕獲してくださいって言ったら、やるそうですね。やるそうですよ、やっぱり市役所の方は何でもする人だと頑張ります、いうことなんですかね。まあすごいんですよ、これ日本の古市文化財保護法で無許可の移動や、あと捕獲が禁じられているんだって、うん、あ、ダメなんだ、ダメなんですね。だからこれからね、まあ誰かが逃がしたか逃げたのだろうと、うんうんうん、で文化庁に報告して今後の対応を、まあ、協議するというふうに、そっか、話しているということです。そうだよね、すごいね。ね、でもね、これ ね、 びっくりするね、捕獲の時の、まあ、ちょっとしたコメントも、うん、まあ、ちょっと入手したんですけども、はいはい、農道を歩いてました、はい、最初一人でも捕まえられるかと思ったら、そうね、そう、背後から忍び寄ったら、急に後ろを振り向いて襲ってくるような仕草を見せたんです。やっぱり俺を自由にさせてくれって言ってっから、 それで近所の男性3人に手伝ってもらって保護しましたと。3人がかりじゃないとこの人は捕獲できない。できないし、だって1メーター20あって、だって指の大きさとこれ見て、すごい大きいでしょ、オオサンショウ。いいよ、農道を歩ってるのをよく見つけました。どうする、エスカードにいたら、そこに捕獲します。頑張る、頑張る、頑張る、頑張って捕獲させていただきます。はい、すごいな、ということで、はいはい、はい、ということで以上一つ目の牛乳でございます、はいはい、もう驚きの牛乳ですね。驚きです、もう大スクープですよ、大スクープですよ。これ多分コメントがいっぱい届いてるんじゃないかなと思いますけれども、そうだよ、ね、今日はアナログおじさんがいないためにコメントのチェックができません、ね、できないね、ある。コメントお待ちしております、お待ちしております。はい、じゃあ続いていきましょうね。続いて二つ目の牛乳でございます、はいはい、二つ目はですね、またオオサンショウを言おうと思っちゃった、まあ、大プッシュだね、はい、牛久郷土カルタなんと4カ所で、販売開始という、そんな、まあ、前回にもですねお話ししたんですけれども、まあ、これじゃもう一度ね、あのニュースで取り上げられていたのでご紹介していきたいと思います、うん、はい、まあ、牛久市の歴史や文化、おいおい、そして自然をテーマとした牛久郷土カルタが、まあ、この度、うん、まあ、完成したんですけれども、はいはい、牛久市中央学障害学習センターなど、うん、なんて今4カ所で販売してるんです、おいおい、700円で販売してます、うんうん、1貫に1個ね、はい、欲しいというこの牛久郷土カルタなんですけど、ワン、うん、セットが700円で、うん、1000セットの限定販売、1000セットしかないんですね。そうだね、これ早めに買わないとダメですね、うんうんうん、で牛久市っていうと、まあ、8万4000人いるので8万3000人の人は買えない。そうだね、だいぶ買えないね、それ。そうだね、急いで買わない、急がないと、急いでください皆さん、うん、とにかく急いでください、うん、で、まあ、嫁札と取り札を合わせると、うん、これ、ね、合わせて1枚の絵になるんですよ、うん、そうっていうアイディアあふれたそんな仕上がりになっていて、うん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 、嫁札の文言は、うん、まあ、市民から募集したと、で絵は、うん、こうね、坂東市の美術家っていうふうに書かれてるんですけども、うん、すごい美人の方が描いたんです。よチェックじゃないですか、そこは。でね、牛久沼は、うん、牛久沼、ここはうな丼発祥地などとね、読み札に読まれた場所を示した地図も制作していて、はい、カルタと一緒に楽しめるということなんですね。で、8月には第1回の牛久郷土カルタ大会が開催されるということで、あ、まあ、お問い合わせにつきましては牛久障害学習センター、うん、ね、センターさんで、ね、0298712301までお問い合わせくださいということなんですけれども、うん、このね、牛久郷土カルタについては、5月の16日の金曜日、牛久活発タイムのゲストさんで、あ、本当、
はい、作成実行員の方がやってきて、いろいろと教えてくださるということなんで、そちら皆さんぜひ見逃せません。ぜひぜひ。実物もですね、まあ、前回ちょっと閲覧用をご紹介したんですけど、全部、うん、もう見せていきたいと思っています。いや、すごいんですよ、すごいんですよ、このカルタ、うん、あのね、絵も超綺麗だし、うんうんうん、詳しい説明も書いてあるし、うん、これやった方がいいですね。だよね、勉強にもなるんでしょ、絵も綺麗だし、そう、勉強にもなる。だよね、場所覚えられたりするんでしょ。いやいや、いいですね。ぜひ皆さんですね、うん、チェックしていただきたいと思います。ぜひぜひ。じゃあ続いてですね、はいはい、まだまだいきますよ。こちらですね、うん、茨城県警からのニュースなんですけども、はいはい、ちょっと待ってくださいね、はいはい、私はね、うん、茨城県警のニュースを開きながら稀勢の里を見ようとしてたっていうね、うん、はい、じゃあ行きましょう茨城県警のニュースなんですが、はいはい、こちらですね、おい、茨城県警の応援メッセージなんていうのがね、なんとね、あるらしいんですよ。応援メッセージ、そうでね、そう、うん、で牛久警察署の刑事課の方に宛てたメッセージが今回届いておりましたので、おう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 、ご紹介しますと、はい、なんとね、還付金の詐欺の被害の未然防止に対する感謝のお手紙。おお、お手紙といえば24時間テレビを連想するからちょっと持ってきちゃったんですけど、うん、ですな、はい、なんとね、高齢女性の方から詐欺被害を防止するため、うん、自宅に赴いて説得に当たった刑事課員に対する感謝のお手紙がこの度届いたということでご紹介するんですけども、いいですね、紹介しましょう、うん、はい、この度詐欺の犯人から私の身辺をお守りくださいましてありがとうございました。次から次へと発生する事件に、うん、警察の皆様のご苦労が身に染み入ります、うん、お怪我をされませんようにお祈り申し上げます、ありがとうございましたと。こういうメッセージあるんですね、はい、牛久警察署の刑事課の方へのメッセージでした、うん、ぜひぜひ皆さん、そうでね、今日もなんかね、防災無線で出てました、うん、流れてました。へえ、オレオレ詐欺の電話が、うんうんうん、かかってるから注意してくださいっていう放送がね、うん、かかってたんですけども、うんうんうん、どうでしたかね、ね、皆さん、オレオレ詐欺はね、うん、本当に引っかかっちゃうらしいからね、うん、そうそうそう、分かってても、もんなんだって自分家にやっぱかかってくると思ってないし、うん、自分のさ、孫とかさ、息子でもいいけどさ、うん、やっぱ好きじゃん、だから、そりゃさ、うちの息子ここにそうそうそう限ってとかなんかあるじゃん、うん、うん、そうっていうとこらしいよ、だからすごくすごくこう言ってんの、そう、うん、そうなんですか、うん、そうみたいですよ、ということなので皆さんですね、はい、ぜひお気をつけくださいと、はい、で本当に刑事課の皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてです、はいはい、続いてはですね、うん、我らが牛久の郷土力士、おいおい、稀勢の里関なんですけれども、おいおい、本日はですね、うん、これはどなたと対戦したのかが私は見えないのですが、はいはい、うん、千代大鳥、千代大鳥、千代大鳥と対決しまして、うん、稀勢の里、はい、まあですね、稀勢の里関ね、うんうん、はいはい、この S カードに飾ってある上りを見れば皆さん結果はお分かりかもしれませんが、はいはい、はい、見事に勝利しました、おめでとうございます、よかった、安心しましたね、おめでとうございます、ちなみにですね、押し出しで千代大鳥に勝ちました、押し出したですね、よかったです、安心しました、はい、ということで以上ですね、はいはい、3つ目の牛にまでようこそお届けしましたが、コメント届いてますね、コメント届いてます、どこからかな、ここからかな、あ、こっちからかな、お、カズさんが久しぶりに来てるかな、お、カズさん、はい、おかえりなさい、カズさん、おかえりなさい、おかえりなさい、でね、うちの実家オレオレ詐欺電話あったらしいよと、あ、マジっすか、実家に、うんうん、やっぱりカズさんそうっすよね、ありますか、うんうんうん、でもよかったですね、これ未然に防止できたということですかね、うんうん、ありがとうございます、コメントまたお待ちしてます、はい、じゃあ次行きましょうね、はいはい、続いては小中学校からのお便りでございます、本日も、牛久市の小中学校ね、教育委員会さんにご協力いただきましてニュースをご紹介していきたいと思います。一つ目の学校はこちら、じゃじゃーん、端的には小学校ですね、うん、はい、こちらですね、牛久小学校でございます、おい、挨拶の花を咲かせようということで、うん、月曜日と金曜日は
児童委員の子どもたちが中心となって挨拶運動を行っています、うん、おはようございますと大きな声で、そして笑顔いっぱいで挨拶できる子どもたちが増えてきました、うん、これからもたくさん挨拶の花が咲くように頑張ってほしいと思いますという、うん、そんな、ね、ニュースですけれども、いいこうやってね、うん、なんか書いてありますね、挨拶、うん、おはようから始めようみたいなこと書いてあるね、うん、青少年育成なんて書いてますね、そうそうね、育成なんとかって書いてあるね、挨拶、うん、挨拶すごく大切ですよ、大事ですからね、気持ちいい挨拶をね、していきたいですね、うん、そう皆さんもぜひおはようございますおはようございます、どうした気持ちのいい挨拶、気持ちのいい全然気持ちよさ伝わらなかったんですけどなんでなんでおはようございます、いいでしょこれダメかおかしいな、気持ちおはようございます変わんなくない、おかしいな、おはようございますそれいいの、おはようございますのがよくないだろ、お帰りなさいのがよくダメ、ちょっと苦笑いですけど周りは結構だ、行こう、はい、行こう行こう行こう、ね、じゃあ続いていきましょう、はい、続いての学校こちらでございます、はい、じゃじゃーん、あらこれは何してる風景ですかね、岡田小学校でございます、はいはい、1年生を迎える会、おう、何でしょう、ね、代表委員会の児童が進行する1年生を迎える会が行われました、うん、おい1年生にメダルをプレゼントしたり、うん、全校児童でじゃんけん列車をしたりしました、じゃんけん列車、うん、とても楽しい行事になりました、うん、そんな岡田小学校からのニュースでございました、おいおい、じゃあ続いていきましょう、はいはい、続いてこちらです、うん、じゃーん、わ給食です、うまそう、ほんとね、これ美味しそうでしょ、タイミングで出してくるよね、チャンネル、お腹減っちゃったそう、はい、じゃあ行きましょうね、うん、和食、牛食材、はいはい、米、ネギ、味噌、生揚げ、生揚げ豆腐ということで、奥野小学校のニュースをご紹介します、うん、今日の給食はご飯、はいはい、牛乳、和風ハンバーグ、うん、ひじきに根菜とごまの味噌汁です、い鶏肉と豆腐のハンバーグに、うん、キノコや玉ねぎが入ったあんをかけました、おひじきにはひじきににはひじきににはうん、にが多いね、ひじきににはは1個多いなひじきににはオッケー、オッケーだと思う、油揚げではなく生揚げを入れました、生揚げってなんだろう、なんだろうね、わかんない、油で味が染みてとても美味しかったです、味噌汁も大根やごぼう、人参など根菜類がたっぷり入り、すりごまを入れました、うん、美味しかったです、この味噌屋はあの味噌屋ですね、きっと、あ、本当ですか、牛久の味噌屋と言ったら、あらららら、あの人ですね、僕がゴールデンウィーク飲みまくった人ですね、飲みまくったんですかはい、それ言って大丈夫なんですか、大丈夫で大丈夫ですよ、はい、あの人です、あの人です、はい、じゃあ続いてです、こちらの学校だん、はい、はい、こちらはですね、おかえりなさい、縦割り班活動が始まりますということで、牛久2章ですね、うん、はい、今年度の縦割り班活動がスタートしました、うん、1回目ということで今回はグループ名や年間の活動予定を計画しました、うん、そして最後に全員で記念写真を撮りましたということで、素敵なお写真じゃないですか、うん、いい写真です ね、 ね、小学校ね、ジャージの子もいれば私服の子もいると、うん、いいね、体育の後だったのかな、多分ね、間に合わなかったんで、着替えが、着替えが間に合わなかったのかな、だからこれから先に着替えちゃったパターンか、あ、そうか、早、うん、早撮りしちゃったのね、そうそうそう、はい、でももう小学校元気ですね、元気、いいね、なんかこの写真懐かしいよね、この黒板のあたりね、ほとんど書くスペースないよみたいなすげえ貼るよね、はい、うん、っていう感じですね、あ、はいはい、コメント届いてます、はい、ありがとうございます、よくおはじさんですね、あれ違う、これあ、たかちゃんか、たかちゃん挨拶はいいよね、いいですよ、いいですよ、かゆさん泉アナウ、おかえりなさーおかえりなさーかゆさん、おかえりなさー嬉しいですねそしてそしてで、たかちゃん、オレオレ詐欺、皆さんも気をつけないように、こっちか、うん、そう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 、うちの母のカズさんからですね、うん、うちの母のオレオレ詐欺の見破る方法、うんうん、違う名前で呼びかける、詐欺が返事する、そこでわかるらしい、あ、確かにね、うん、どういうこと、あ、うちの秀明かと思っていたら、うん、たけしって言ってみるとかね、あー、そういうことね、うん、あ、たけし、あ、それで、そう、たけしって言ったら、そうか、そうそう、あ、それ、カズさんいいですね、そういうことでしたね、それやろう、かかってたらそれやりましょう、ぜひ皆さん使ってください、ありがとうございます、じゃあ次行きましょうね、はいはい、続いては、よいしょ、はいはい、よいしょ、もう4個終わったので、オッケー、牛久のニュース、牛久のお天気をご紹介していきたいと思うんですけれども、うん、今日はそうそう、牛久天大仏さんがいないですけども、今日なんかどっか行っちゃったんでしょ、牛久大仏出張らしいよ、出張ですって牛久大仏出張中なので、出張中、今日じゃあ BGM は流れないかな、流れないかな、
長いな感じ、はい、大仏さん大仏さん、僕の名前は牛久大仏。はい、牛久のお天気はですね、明日は、明け方ですね、弱い雨が降っております。その後曇り空になって晴れる、うん、そんな予報となっていますね、うん、最低気温が17度、はいはい、最高気温が24度まで上がるという、そんなお天気となっております。はいはい、でもね今日風がすごい強くて、うん、あ、強かったね、雨降ってんですかね、うん、牛久市はまだ降ってないですか、うん、降りそうです。なので、ね、皆さん気をつけてください、ね、はい、あ、ということで以上牛久のニュースお届けしまし た, しました。バイバイ大仏、はい、バイバイ大仏、バイバイ、よいしょ、はい、戻ってきました。はいはい、あ、以上牛乳でございましたけども、それでのね、まあ、ゲストさんのコーナーに行く前に、うん、まあ、月曜日と言ったらミュージックのコーナーなので、ちょっと音楽コーナー、はい、挟んでいきたいと思うんですけども、はいはい、うん、なんか音楽あるんですか。そう、作ってきました。お、半日でやってきましたよ。24時間でさ、さもオープニングでさ言っちゃったけどさ、それ、そう、それをボーカル聞いてる聞いてる、俺の説明聞いて、踊りたくてしょうがない、分かっけど分かっけど分かっけど、はい、で、はい、ね、踊るとか踊らないとかってあるでしょ、うんうん、24時間で、はい、で元の曲もいいんだけど、だから聞いてる聞いてる、はい、で元の曲もいいんだけども、うんうん、あのボーカロイド聞いてる聞いてる、ボーカロイドっぽいのが、はい、の入ってるでしょ、うん、だからチャミュー TV だからやっぱ俺もいるし、うん、チャミュー TV バージョンで、はい、ミカチュウが歌ったり僕が歌ったりするバージョンが作ってもいいんじゃないかなというので、はい、はい、勝手にアレンジしてきました、まあ、勝手にと言いつつ、まあ、ちょっと許可は、ね、許可は入ってますかね、はいはい、ですよね、はい、なんでそのアレンジしたバージョンを聴いていただければ、はい、ちょっとね歌ね、キー男の俺にはキー低くてね、うん、ちょっとね若干ね音痴なんだけど、はい、まあやってきましたんで、はい、ミュージック行ってみましょうか。大丈夫ですか。 OK なら行きまーす。ほいほいほい、全然違う感じになるな。うん、おかえりなさい。おかえりなさい。俺わかんないのまだ覚えてないから、なんかちょっとこういうのがあって、うん、こういうのがあるんだけどさ、うんうん、なんか尺違う、ほんと、それをチェックしてみるよ。これもうちょっとポップな方がいい気がする。おかえりなさい。おかえりなさい。多分ね、なるよ。あのキーが低いのね、女性用の歌だから結構踊れるね、結構覚えてんのね、もうなんかこれそうだよね、なんかあったよね、あれ忘れちゃった、あ、忘れちゃった、今覚えるわ、忘れちゃったよ。結構覚えてるんですよ、羽ばたく、うん、羽ばたく、あ、そういう意味がやっぱりあるんだ。そう、はいはいはい、忘れちゃった。でも結構いけるね。いや全然できないけど今日も練習するよ。あ、元のは持ってきてない。元のも聞いてほしいです、うん、テンポはね、変わってない。あまり覚えてない。そうだね、そうだね、まあ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 、こういう風にね仕上げたので、ぜひ20時間踊るとか踊らないとかなんで、皆さんホームページ見りゃわかる、チェックすれば、売り物載ってる。
これも。振りはね、ホームページで YouTube でチェックしないと見れないんですね。ほいほいほい、はい、どういう風に踊るかは、うん、ぜひ YouTube の、あなたと牛久で牛久応援ソング踊ってみたで、ぜひぜひチェックしていただきたいなと思いますけども、ぜひぜひ、はい、まあ、私がここでさ音流したらさ、うん、聞こえるのかな。あ、聞こえるかな。聞こえるのかな。こっちあのメーター見れれば、メーター触れてれば聞こえるよ。じゃちょっと、うん、メーター出して、うん、音声の、うん、それで流しできるのかな。でもなんかガビガビになっちゃいそうだね。そうだね。あなた牛久でのオリジナルバージョンが、オリジナルバージョン、それで聞けんのかな。聞けてんのかな、わかんない。聞けてますか。流れてますか。多分流れてないかな。流れてないないね。こっちに入れないとダメなんじゃない。そういうこと。グイって、うん、じゃあ今日はやめときましょう。今日はやめときますか、はい、ぜひぜひホームページの方でオリジナルの方が上がってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。チェックしてみてください。でもまあオリジナルじゃなくて今回はオリジナルで、うん、しオリジナルじゃなくてオリジナルでってなっちゃったけど、ヒデちゃんのうん、王でいく、ちょっと、まあれですか、アレンジバージョンでいくと、うん、いこうかな。もうちょい派手にするかもしれない、うん、あの、うん、もっとポップの方がいいと思います、うん、うん、多分ね、うん、あと多分ミカチュウの歌入るが変わるよ。そうだね、うん、今低いのよ声が。そう、うん、それもあると思う、うん、じゃあそんな感じで、はいはい、出来上がりを楽しみにしていてください。ぜひぜひ24時間テレビで。明日はね、うん、その振り付けというかそのあれだったの牛久でを、まあ、作り上げた、うん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 、海の親が登場して、うん、ちょっといろいろと教えてくれるんではないかと、はい、ゲストにね登場してくれますので、よろしくお願いします。お願いいたします。ちょっと早めに巻きであれしてますけども、うん、ほいほい、もうちょっと、もうちょっとあれしておきますか、ね、大丈夫ですかね。早めに出ちゃいますか。あ、全然早めでもいいですよ。早めなんか言いたいことがあったら、ヒデちゃんじゃん。あ、言いたいこと？24時間テレビに向けての、だってもう、そうか、そうだよね、そうだよ、24時間テレビに向けてのあれになっちゃいますから。そうだ、うん、24時間はですね、なんだろうな、みんなでこう楽しくね、うん、いい感じにこう、うん、今日汗かいてますね。くらつくない今日。多分、格好かな。そっか、そっか、すごい質感に仕上がったけど、うんうん、みんなでこう仲良いこう街の雰囲気がみんなにこう伝わっていけば、街じゃなくて家、家ね、そう、家で家族、地域と家族、そうっていうのがこうなんか見ていて伝わってくれる番組になればいいかなと思ってます。ぜひ伝えていきましょう、うん、でも遊びにね来てくれたりするだけでさ、うんうん、嬉しいしさ、なんかつながってるなって思っちゃう僕はいるんだけどね。ぜひぜひ、うん、チェックしていただきたいなと。うん、なんかすごく、ね、何かがちょっと、ね、ちょっとね、女子高生が可愛いって言ったから、何に可愛いって言ったのかなと思ったら、そう、俺のこと、あっちの、俺じゃあヒデちゃんじゃないかもしれない。嘘嘘嘘、僕でしょ。見えませんね。はい、じゃあそろそろ、はいはい、スタンバイもちょっと早めにあれですけども、うん、じゃあコメントだけチェックして、そう、チェックして CM 行きますか。うん、行きましょうかね。はいはい、はい、あら、どっから、あの、ガビガビ、お、流れてないよ。うんうん、及川ガビガビ、あ、あれだ、 iTunes のやつじゃないか。 ありがとうございます、カズさん。ありがとうございます。あと振り付けもそうなんです、あるんですよ、うん、あります。ぜひぜひ見てください。カズさん、ヒデさん髪型素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。髪型がねって言われちゃってる。生で髪型はねみたいなこと。大丈夫、髪型も。あ、そうそう、オッケーオッケー。あとカズちゃん、ウシクさんから踊れるかな、不安っていうのをいただいて、練習してください。怖え。皆さん各自練習をしてください。怖え、なんか怖え、その言い方怖い。各自練習をしてくださいね。、はい、してくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メンバーの皆さん頑張りましょうね。そうですよ、はい、みんなで。だからもうこれを見てるウシク市民の皆さんもぜひ踊りに来てください。うん、そう、チャメチビね、オープンスペースです。そうそう、みんなでね、みんなでみんなで作っていくんですから、うん、よろしくお願いいたします。はい、遊びに来てください。ということで、おいおい、以上ミュースティックコーナーでした。でした。じゃあ、はいはい、一旦 CM 参りましょう。 VTR どうぞ。
CM が2本合ってる間になんとですねチャンミュー TV に隣の市からやってきましたね。これはちょっとカメラに向かって、はい、こんばんは。すごい元気いっぱい、はいはい、元気いっぱい、ウキキハッピー、ウキキハッピーですね。いや元気ですね。元気すよ。ちょっとカメラに向かって自己紹介お願いしてもいいですか。はい、私からでいいですか。はい、私龍ケ崎市役所のシティセールス課の青山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日は特別友達のマイリが来てます。マイリすごい元気すごいね。今日すごいですよ。僕もいるよ。いた、はいはいはい、見せてないけどね。はい、まあ、今日はちょっとねお隣龍ケ崎から、はい、シティセールス課さんと、はい、そしてマイリュウがね、はい、来て、はい、ちょっといろいろと龍ケ崎について教えてくださるということなんで、はいはい、ちょっといろいろと聞きたいと思うんですけども、はいはい、忘れちゃったな。何だっけな、はい、何ですか。何喋んだっけ。いろいろと聞きたいんですけど、はい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 、まずはちょっとね、はい、あの青山さんにちょっと、はい、なんかね私つかみ情報でね、はい、青山さんがなんと龍ケ崎市の先輩だったって聞いちゃったんですけど、 ありがとうございます。なんか軟、はいはいはい、式野球でインターハイの優勝したと。国体、はい、茨城国体、はい、今度国体また龍ケ崎の時ありますよね、はい、そう40年前ぐらいですか、はい、偉いんですか。すごいですね。じゃあ どこ守ってたんですか。キャッチャーです。キャッチャーですって。じゃあ今日はマスクしてキャッチャーで私たちのお話をだいぶキャッチしていただいて、はいはい、盛り上げていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ早速ですね、ちょっと見にくい感じですけど、はい、いろいろと聞いていきたいんですが、はい、まずシティセールス課ってちょっと聞き慣れないかなんですけども、はいはいはい、一体何なんですか。シティセールス課、ね、今年の4月からできまして、で出来たてシティセールス、文字通り石を売っちゃいましょうということで、牛久にもしかったら池の美酒に買ってもらおうかなと。お、あ、いいですか。いいです。じゃあ龍ケ崎マイル付きでいただきます。ありがとうございます。はい、まあ、そういうことで真面目に言いますとですね、はい、あのブランド龍ケ崎ほとんど知られてないんです。龍ケ崎って龍ケ崎知られてないですか。この前も15個行ったでしょ。一緒に行きました。一緒ではなかったけど、はい、スイーツコン、スイーツフェスティバル、日付が、はい、あれでしたけど、あの時もね龍ケ崎どこですかって言われて、いやあの茨城県なんですけど県南の方なんですけど、はい、いやじゃあ砦ですかって、いや砦よりちょっと北なんですけど、じゃあ牛久ですかって、出てこないんですか。砦と牛久が出てくるんですよね。で龍ケ崎とかあれ龍ケ崎です、その間なんですということで、はい、まあ、それでまあその龍ケ崎一生懸命ですね、はい、これから売っていきましょうということで、はいはいはい、4月から新設ができたと。で前と一緒にですねこれからどんどん売っていきますね。なるほどね。じゃあ龍ケ崎の、はい、まあ、知名度どんどん上げていって、そういうことですね、龍ケ崎のいいところをどんどん発信していこうということで、はいはいはい、シティセールス課さんができたと、はい、その通りです、その通りです、いうことなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、そんなシティセールス課さんと一緒に龍ケ崎の魅力を発信しているこのキャラクター、はい、マイリュウにちょっとね、いろいろと聞いていきたいんですけども、マイリュウ、マイリュウは、はい、いつ生まれてきたんですか。去年の4月です。去年の4月、実際はその前に公募しまして、はいはい、で、ミオちゃん、なんと、はい、なんとお母さんが、ね、作ったお母さんが龍ケ崎地区の後輩です。ほら、今日は龍一勢がちょっとですね強い感じすごいですね。ジャックされまくってます今、はい、文化部の子がそうですね、吹奏楽部、吹奏楽部でした、はい、そう300ぐらい集まったんですけど、その中で女の子がすごい可愛いですよね。こうね、お花がね、ハートだったりとかね。豚の花じゃないですよ、豚の花。あの皆さん、よく誤解されるんですけど、豚の花じゃなくて、これはハートのお花でございます。でも本当に可愛らしいですけども、なんか、龍だけど、ね、なんで舞い？これね、はい。はい、何なんですか。実はですね、ちょっと可愛らしい模様がありますけども。いいですか。はい。はい。もう行っちゃいますか。はい。映るかなこれ、はい、映りますか。映ってますね。はい、つくまいって言いまして、今年は7月の27日行われます、はい、龍ケ崎を代表するお祭りですね、はい、でここ柱この上ここ14メートルあるんですよ、はい、なんと14メートルビルの3階分ぐらいです、うん、はい、その上に立ってですね、うん、このいろいろ演技するんです。弓を引いたりとか逆立ちしたりとか、この弓取るといいことあるんですね、はい、いいことありますね。そうそうそう、病気にならないということで、うん、それで、うん、この人が舞男さん、舞男で、舞龍はそのつくまいの舞男になりたい子供、はい、はい、それのつくまいの舞で舞です。それから龍ケ崎の龍で舞、じゃあ舞龍って男の子ですか、はい、男の子です、はい、男の子なんですか。そう400歳
400歳なんですか。400歳だけの男の子。去年の4月に生まれたの。いやいや、出てきたのはね、出てきたんだけど、つくまいと同じなんで400歳。400年前から意外にあのお年を召しているのにもかかわらず元気なんですね。そう、元気ですね。男の子。男の子。そうなんですね。で、まあ、これからね、いろんなところ行って、まあ、まあ、去年もずっといろんなところ行ったんですけど、これからもいろんなところ行って PR してきますので、よろしくお願いします。龍ヶ崎の PR をするために生まれてきたマイリュウ君ですかね。カッパミキューちゃんとも仲いいんですよ。おキューちゃんとも仲良しなんですか。お友達、お友達。キューちゃんともう何回 もう一緒に牛久沼デートしてます。キューちゃんも男の子だ。あら、ね、じゃあそういう関係ですかね。そういう関係って友達です。友達です。あれですよ、友達関係です。キューちゃんは明日が誕生日なので25歳の誕生日ですから。おそうなの、なんで明日なの、はい、明日は、うん、あのですね、うん、名前が付けられたのが明日なんだ。そう、キューちゃんっていう名前が付いたのが明日、はいはい、5月の13日。そうなんです。25歳なので四半世紀をようやく生きたという。じゃあ明日ですね、お祝いに行かなくちゃ、ね、お祝いに来てください。はい、はい、お待ちしております。はい、でもね、つくまいっていうこのイベントも、はい、これすごいんですよね。すごいですよ。国の選択、はい、そして茨城県の指定無形文化財と、はい、さっきも言ったように、うん、この上で本当に怖いんです、すごく、はい、ビューの屋上ですから、うん、すで、ここの綱が見えるかな、ここを最後ですね、降りてくるんです、うん、こういうカエルのね、こうシュン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 って、でまた上がってくる。あ、それ大事なこと忘れてたじゃないですか。何ですか、何ですか。迷うとこ、迷うとこ。あ、そうですよ。そう、迷うとこ2人いるんですけど、今年も2人がね、いつもやるんですよ。で、大石さんって方と、うん、もう一人谷本さん、はい、この谷本さんがもう何年だろう、20年ぐらいやってるんですけど、すごくベテランですよね。ベテランですね、うん、実はその谷本さんがなんとね、はい、私の、あの特別な人っていう紹介できたらいいんですけども、あの隣のお家に住んでらっしゃるということ で、ね、私もだから結構ね、つくまいはそうですね、はい、よく見に行っていたんですよね。でも本当にすごい歴史のあるお祭りですので、うん、ぜひですね、はい、あれこの27日の夕方ですね。夕方です。なので、はいはい、ぜひチェックして、市役所に車止めていただければ、うん、そこからご案内ありますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。コメントも来てます。お、コメント来てます。カズさんから、イエイ龍ヶ崎市って来てます。本譜で龍ヶ崎市のカズさんが、あとカッパちゃんナナさんから、はい、青山さん素敵、青山さん素敵です。ガシチプロモでカズちゃん、牛久さんからマイリュウダーマインコロッケ食べたくなるって食べてきてます。コメントありがとうございます。マインコロッケの話題出ましたけども、じゃ続いての話題に行きたいんですけども、はい、ほいほい、なんとですね、聞くところによると龍ヶ崎市さん、そうだ、あの情報冊子が出たということで、あ、はい、なんと品物が今日じゃじゃーん、はい、龍ヶ崎市のなんとルールがこの度創刊されたということなんですけど、これいつできたんですか。今年の3月ですね。3月に、実は龍ヶ崎が今年の3月で市政施行60周年なんです。で60周年ですか。そうです、60歳です、はい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 、それを記念しまして、うんうんうん、ルルブを、まあ、JGB さんと一緒に、はい、あと筑波銀行さんの協力もいただいたんですけど、はい、はい、はい、なるほど、ね、それで発行しました。すごい、なんか、はいはい、ルルブこれって、はい、無料で皆さんに配るやつですよね。500円です。あ、失礼しました。無料500円だったらどう。無料です。無料で配る冊子にしては、はい、すごくね、お金取ってもいいんじゃないかっていう冊子 の、イベントに持ってって、はい、皆さんに渡そうとすると無料じゃ、いいですかって、はい、ですよね。さっきが500円ですって言ったんです。今私びっくりしました。オレオレ詐欺に遭うところ。危ない危ない。でもこれね、本当にすごい素敵な ね、あの印刷もね、超いいんですよ、うん、この発色というか、はい、中見てみると、はい、ちょっとね、当然見せられる、ここで画面に見せても大丈夫なんですか。大丈夫、全部大丈夫です。コロッケも町おこしですね。先ほどね、お話に出てきた龍ヶ崎といえばコロッケ、はい、はい、ちゃんとここにシャンシャンさんも出てます。シャンシャン、サンミュー TV のスポンサーさんでございます、はい、シャンシャン、タツさん、シャンシャン、どこに、どこだろう、どこだろう、どこだろう、どこだ、シャンシャンの唐揚げが食べたい。シャンシャン映ってる？え？シャンシャン映ってる？え？映ってない。どこだっけ？映ってる。どこどこ？ごめんなさい、生放送。大丈夫映ってます。でその間にですね、はい、一番すごい特徴的な、ありましたね。ありました。失礼しました。はい。はい、ここね、あの慌てると見れなくなる。そうですね。ここですね。シャンシャン、シャンシャン、とでもたくだしです。よろしくお願いします。で、あって、はい、このね、まあ、うん、コロッケの話題でちょっと。お話しずれちゃうんですけど、なんか、はい、
このなご当地そうメニューで飯ご当地飯、ヤフーですね、はい、ヤフーのご当地飯コンテストで、はい、なんとなんと龍ヶ崎の龍ヶ崎コロッケが第1位です、はい、お素晴らしい、素晴らしい、皆さんに当選いただいて抽選いただいて、はい、あの賞、うん、いただきまして1位になりました、うんうんうん、で今度関東ブロック大会ってのがあるんですよ、それが6月の17日から投票始まります、はい、でまたぜひ今度は茨城県全部なんで、はい、あの皆さんで応援する、茨城県で、はい、代表です、応援していきましょう、はい、宇都宮は津波餃子、あ餃子来ましたか、まあ、宇都宮餃子に勝っていくようにこう龍ヶ崎コロッケを、ね、龍ヶ崎コロッケどんどん盛り上げて、もうここには出てないんですけど、はい、美味しいコロッケなんで、はい、マイル大丈夫、マイルマイル元気です、あともう一つ一番ね、はい、このルルブで龍ヶ崎一番かっこいいのが、はい、このページが一番好きなんですよ、じゃーん、何ページですか、見えますかね、何ページですか、7ページですか、7ページ皆さんお手持ちのグブルルルブを、はい、ここで引き入れ部屋、相撲部屋がありますね、はいはい、ありますね、引き入れ部屋、はいはいはい、今ね大相撲やってますけどね、やってますね、稀勢の里ね、地元ね、で当然勝ちましたか、はい、皆さん稀勢の里知ってると思いますけど、龍ヶ崎で生まれて牛久中そうです、龍ヶ崎生まれです、両方でご応援しましょうね、はい、今度明日明後日かな、うん、いつだっけ、あの大相撲の応援ツアーやるんですよ、14日、明後日かね、明後日応援ツアーで、キツナと応援ツアーで行きます、はい、お皆さんでじゃあ応援に行くんですね、はいはい、ここにまた親方がすごい面白い方で、はい、今結構あの行列のできる相談所なんかテレビ出てるんですけど、ラジオにも出てましたよね、ラジオも出てましたね、はいはいはい、指導の方もですごい優しい方でね、はい、あの例えば弟子さんがこう一生懸命稽古してるんですよ、うんうん、あダメダメそんなやっちゃダメそんなやっちゃダメ強くなっちゃうよ強くなっちゃうよってそんな指導をされるんですか、そうそうそう、もういいよもういいよこれ以上強くなっちゃダメだよってでも逆にやる気させるっていうすごい面白い、今度ぜひここに出てくれないかな、出てくれないですかね、コメントも出てくれると嬉しいな、でもここに入れないかもしれない親方、じゃあ行きましょう、前より大きいですからねじゃあもう、はい、行きます、稽古部屋に行きます、稽古部屋いいですよ、コメントも来てます、カズさんからルルブ知らなかった、買いますという、ルルブ知らなかった、じゃあ500円です、500円です、お待ちしております、500円です、どこでもらえるかですよね、はい、どこでもらえるか気になりますね、いいです言ってね、はいはい、あの今龍ヶ崎市役所の方で、はい、1階の受付にですね、はい、置いてありますので、それがなかったら3階に来ればですね、7時セールスカって、私がこの頭でいますので、はい、この頭でいます、はいはい、これが目印ですから、この頭じゃなかったら、はい、そこは7時セールスカじゃないです、これが目印なんで、はい、この頭の人に言っていただければ、はい、はい、どうぞっていうことで、はい、ちなみにどれぐらい作られたんですか、5万部です、5万部、はい、でもう3万分ぐらい、はい、3万分ぐらいこういろいろ配布しましたね、残り2万しかないですからね、はい、貴重ですよ、 もう、もしも買えなくなったら、はい、ヤフーオークションでぜひ皆さんね、そうですね、あとかよさんから龍ヶ崎コロッケ応援よろしくと、はい、よろしくお願いします、あとかけちゃんしくさんから、はい、マインコロッケのリンゴおすすめです、はい、あおすすめです、リンゴ、はい、美味しいんですか、美味しいです、美味しいです、なんでリンゴにしたんですか、ねこれテレビ番組に出て所さんの番組に出たらしいんですけど、はいはいはい、そこでこれリンゴのコロッケなんかあったら面白いんじゃねえって言われて、はい、それで作って、それがコロッケのグルメその番組か、はい、グルメかなんかナンバーワンですよ、おいしい、なんだあれはアップルパイみたいな味ですね、ちょっと気になる、ぜひそちらも、やってるおばさんたちはあの初恋の味って言って、もう何十年前かの初恋の味って忘れてないんですね初恋の味をいいですね、私は忘れてしまいました、三つ毛膳大学、あはい、龍大がございます。龍大ですよ。龍大とも協定結んでますので、龍大さんも入れてます。はい、で、特に素敵な人いるでしょう。あら、こちらはどなたですか？龍大の留学生の方。留学生も多いですからね、ね流通経済大学はね。もう皆さん留学生の方が出てます。懐かしいですよ、流通経済大学、私もよく行きました、もうサッカーとかラグビーもね、はい、強いですよね、はいはい、流通経済大学、そうよく試合とかもしてるんで、皆さんぜひね、応援にも行けますので、応援行ってください、フィールドでサッカー試合やっております、うん、はい、よろしくお願いします、この間ね、あれですよ、龍ヶ崎じゃん、流通経済大学のサッカー部の方がね、人助けしてたんですよね、うん、それ何の人助けしてたのかを忘れましたけど、でもすごい雪かきか、雪かきね、そうそう、ボランティアすごいですから、監督がね、そういうの進めてるんで、はい、いいですよ、はい、大学があるっていいですよ ね、 いいですよね、羨ましいです、はい、はい、ということで皆さんぜひですね、こちら茨城県でなんと5番目にできたというね、早いですよ、はい、44市町村の中で5番目、はい、ありがとうございま
ます。牛久市もお待ちしてます。ちょっと脱いでいいですかね。はい、あれあれ突然ちょっとコメント来てます。はい、カズさんからライター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 ライ
ターライ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 ター大丈夫そうですか。そっちで。OK です、はい。見えますかね。見えますかね。あ、見えた見えた。本当に超かわいい。はい、虹が出てて、ねえ、マイリュウが全部すごいかわいいじゃないですか。マイリュウも2階がないですね。うん。マイリュウ。あら、マイリュウも乗れるんですね、電車に。ただです。ただ、マイリュウはただ。マイリュウは電車賃がいりません。なんだなんだなんだわかんない。何何？何じゃ。なんか言いたいですけども。じゃないって。一応お金払ってるんですかね。はい、ということで、いろんなイベント盛りだくさんでですね、ちょっと楽しみなんですけれども、もうねあっという間にお時間が近づいてきちゃいまして、まあイベントまだありましたっけ？もうないです。はいはい、じゃ今後いっぱいありますけど今日はないです。今日は、はい、本当にいっぱいイベント盛りだくさんの龍ヶ崎でも、はい、もう今日じゃ足りないですね。足りないですね。はいはい、ぜひねいろんな情報も教えていただきたいと。いろんな人いますし、ね、私よりもっと面白い方いる。あら、はい、親本さんも面白い人がいるんで。私おとなしい。いやいや、カツラかぶって出てくるね、市役所の方はなかなか見たことがない。大丈夫です。大丈夫です。何でもありです。でもシティセールス課さんに行くと必ずピンクのね、カツラかぶってますので。そうです。ぜひ。あ、ホームページ見てくれて。市のホームページのシティセールスの説明の時にはカツラかぶってます。ということなので、皆さんぜひ。チェックしてみてください、はい、まあ、エンディングテーマかかっちゃったんですけど、はい、まあ、チャンミオ TV、 大山さん初めての出演でございますよね。いや、マイリュウって初めての出演。初めて400回記念の時マイリュウが、はい、私じゃないです、マイリュウ。そうですね、マイリュウが出てましたからね。はい、でもいかがでしたこのチャンミオ。楽しい、最高ですね。リュウの地区素晴らしいですね。 ありがとうございます。やっぱり言いますけど、地区すごい。いやいや、何をおっしゃいますか。実は私大仏の近くなんですよ、うちが。あの大山椒を行ったのうちの近くなんです。あら、え、知ってました。いや、知らなかったけど。朝から、あ、そこら辺知らなかったですけどね、大山椒多分近くだと思います。何ですか、こうね、騒がしかったんじゃないですかね。ちょっと、まあ、未だにこうね、気になってしょうがないですけど。やばいですよね。やばいですね。いるんですか、やっぱこういう。いますね、こういうのいますよ、いっぱい。うちの方にいっぱいいますよ。だって西の方にしかいないんだ。言ってましたけどね。うちの特殊ですから。でもすごいですから。でも、なるほどね。まあでもね、素敵な町ですから、どこも、ね、茨城県。牛久と練馬ついろいろやりましたよ ね、はい、だからちょっとやりたいのはアンパン。アンパン、はいはいはい、アンパン、はい、アンパンは、はい、あれですから、だって牛久と練馬ついそう、あいの子ですか。安部さんは、そう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 、龍ヶ崎 の、 奥さんのところに向こうでお婿さんで行ってるんですよ。それから東京行ってね、そうパン作ったので、ぜひね、パンはいいですね、一緒にやりましょうよ。ね、あと牛久沼でなんかやりたいですよね。そうですよ、牛久沼、はい、はい、私、牛久沼でみんなで手をつなぎたいんです。あー、ずっと。そう、あー、いいですね。そう、はい、ウキウキハッピーでしょ。ウキウキハッピーですね、はい、そういうのをやりたいので、はい、その時は協力してくださいね。よろしくお願いします。お、はい、やったー。じゃあ、マイルの中の感想は。あ、おお、すごいぐるぐる回った回った回った壊れる壊れる大丈夫すごいですね。いつも以上に、いつも以上に回ってますけども、まあ、でも実物の前で皆さん、こんなんじゃないですか、きっと。ぜひぜひですね、本当に実際に会いに行ってくださいね。よろしくお願いいたします。まあ、でも今後、じゃあ、龍ヶ崎市、どういうふうになってほしいですか。そうですね、元気のある町になりましょう。はい、元気のある町、牛久と一緒に元気のある町になってほしいと。
いうことでですね、今後もシティセールスカさん、はい、大注目でございますね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後ですね、谷町スポンサーさん、はい、ご紹介してチャンミュー TV ね、店じまいさせていただきます、はい、じゃあ VTR どうぞ、はい、で最後、戻って、コメントが来てたらコメント紹介してバイバイで終わりにしたいと思います。すごい、疲れないですかね、さすがですね音声入ってないですね、はい、音声、今入ってないですよね、観光客です、帰ってきます偉いんです、マイリュー、マイリュー、はい、激しい、すごいですね、そういう内緒ですね、はい、ということで、はいはい、龍ヶ崎のシャンシャン達さんもスポンサーさんでご協力いただきありがとうございます、はいはい、まあっという間の1時間の今日はね、本当慌ただしい、あのチャミュー TV でしたけど、本当に皆さん今日はありがとうしくてございました、マイリューも本当ありがとうね、ありがとうございます、はい、おすごい、いろんなことやってますけども本当にもうシティセールスカさん、今後ともあの何か面白いことがあったら、はい、チャミティビ出演して、はい、いろいろと教えてください。はい、皆さん今日もですね、コメントくださって、見てくださって、スタジオに遊びに来てくださって、本当にありがとう、牛久でございました。明日はミカチューズデイで、なんとですね、あなたと牛久でをちょっと踊ってみたいなと思ってますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。では本当に皆さん、はい、今日お疲れ様でございました。また明日も見てくださいね。おやすみなさーい。お疲れ様でした。ありがとうございました。